心理カウンセラーの高森です。今回の動画では、信頼できない人を見分ける3つのポイントについてお伝えします。カウンセリングをしてますと、人に対する不信感、警戒心がテーマになることがあります。これらを和らげ、より信頼感を持てるようにサポートするということが1つ。一方、逆もあります。人に対して無防備すぎることで傷ついたり、損失をこむことが繰り返されているということもあるんですね。その場合は、 信頼できない人を見分けられるようにサポつする必要がありますそこで今回は信頼できない人を見分ける三つのポイントについてお伝えしますそれでは信頼できない人を見分けるポイントの一つ目それは言葉の一貫性です要はその時々で 言ってることが全く違っていて同じ日に先輩とのことを言っているということもあったりしますでこの場合はやはり信頼するっていうのは難しいと思うんですよね一方でではものすごく頑固な人はどうなんだろうという疑問も出るかもしれませんでこれはある意味やはり信頼はできないですねこれは一貫性があるというよりは何か一つの見方考え方ということに固くなりにこ,こだわっているということで 周りの状況というものに対して何か判断をしてそして対応していくということの能力に欠けているということなんですよね。これは悪い人ではないかもしれないけれども騙されたりするということもないかもしれないけれどもでも何か一緒に仕事をするとかといったの時に信頼に値するかというときっとこういうことに執着してうまくいかないということで行き詰まってしまうだろうトラブルが起きるだろうということが予測できるという意味ではあまり信頼できないというふうに考えた方が いういうに思うんですねではこの言葉の一貫性があるっていうこととそれから頑固であるっていうことこれをどのように切り分けて考えていけばいいかということなんですけれどもこれは柔軟性があるか否か否いうことになってきますねいろんな状況に対してもちろん言うことが変わる考えが変わるっていうことがあるかもしれませんけれどもそれはその状況の時にそういうふうに考えるとよりベターな結果が得られそうというそういった価値観のもとにもし いった内容が変わっているのであればこれはある意味一貫性があるということですよねその判断基準が一貫性があるということで信頼ができるんじゃないかなと思いますこれはこの一貫性における中級編上級編の見分け方になってくると思いますで、いきなりは難しいかもしれないので一番最初の段階ではあまりにも毎回言ってることが違っていてある種ポリシーがないと言いますか 自分の考えないいと言いますかなんか状況に流されていると言いますか,だからそういった形でどん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 言葉が変わっていくっていう場合にはこれは簡単に信頼するのは難しいからっていうふうに考えていってもいいんじゃないかなというふうに思いますそれでは信頼でできない人を見分けるポイントの2つ目ですそれは行動というのは実は言葉よりもその人の本質っていうものを表しやすいんです。 と言いますのは言葉っていうのは比較的コントロールしやすすいんですねこういうふうに言おうというふうに意識をするとそのように言うことができるですってる内容がものすごく立派なことだったり一見説得力のあることだったりするともうそれだけでこう信頼するということになりやすいんですけどもただこれは気をつけた方がいいですね。人を信頼させるために非常に言葉巧みに話す方っていうのもいらっしゃるのでその場合は 説得力があるから立派に聞こえるからっていうことだけでにやみに信じるっていうことはやはりしない方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよねでは何を見ればいいのかっていうことなんですけどもそれは行動っていうことになりますね言っていることと行動がまずは一致しているかどうかっていうところですねこういうふうに言ってるんだけども全然行動は違うなというようなことがあったりすると これはその言葉と行動の不一致っていうことが起きてるわけですから言ってる内容についてあまり説得力がないっていうことになりますよねであれば簡単には信頼しない方がいいんじゃないかなっていうふうに慎重になった方がいいように思いますこのように行動というのは言葉に比べてよりコントロールが難しいその人の本音といいますか本質の部分がつい出やすくなるっていう部分でもありますのでそこを見ていく言葉だけで判断せずに 行動も見てそれが一致しているか否か完璧に一致っていうことは無理にしてもそれなりの一貫性があるように見えるかそれとも天然バラバラなのかというところが一つの判断基準になってくるのではないかなというふうに思いますそれでは信頼できない人を見分けるポイントの三つ目になりますそれはストレスが掛か,かった時の反応を見ることでわかりますねストレスがかかっていないと言葉にしても場合によっては行動にしても 比較的自分ででコントロールできるっていうこともありますただ強いストレスがかかってきますと言葉にも一貫性なくなりやすいですし行動はよりその傾向が顕著ですただストレスがかかる場面っていうのは頻繁にあるわけではないですからこれを面にするっていうことは難しいかもしれませんねただ関わりが長くなってきていろんな場面で似合っていると当然ストレスがかかる場面っていうのも出てくるわけです、まあ、そういう時にその方がどんな反応をするのか どんなことを話し、どんなことを言うのかっていうところで、かなりの部分信頼できるかどうかっていうところの見極めがしやすくなるんではないかなというふうに思います。ストレスがかかるっていうと、どんなものがあるかって言いますと、例えば何か予定がある時に、そのスケジュールがタイトになってきて、それが思い出に進まないっていうようなことで、そのことが非常にその方にとって大事なことだったりすると、心理的には相当追い詰められますし、負荷がかかりますよね。そういった時にでも、 言葉や行動というものが安定しているのかどうか一貫性があるのかどうかある種のポリシーその人なりのポリシーというものがあって筋が通っているのかどうかっていうところで見ていけるといいと思いますあるいはその方に対して反対意見を言った時にどんな反応があるかっていうところですねそういった時にひどく感情的になったりものすごく支配的になったりするとそこはやはり人として信頼できるかどうかなっていうところについてはクエスチョンマークがつくのではないでしょうか もちろん人間はどんな人でも自分に対して反対をされるっていうことは嬉しいことではありませんから不愉快なな気持ちにはなると思いますただその時の反応が普段と落差が大きくてびっくりするような言動をするとしたら普段は表には出さないけども心の中ではそういうものがかなり強くあって余裕がなくなるとバーっと出てくるものなんだなっていうことがわかるわけですね。ここののスストレスがかかった時の反応とといいうところままで見ていきますと 単に言葉の内容だけであるいは何か雰囲気とか服装とかそういったものだけで信頼できるっていうのは非常にリスクは高いんですけれども非常にその人の本当が出やすいステーションにおいての見極めができますので本当に信頼できるかどうかっていうことについての有益な情報が得られると思います。それでは今回のまとめです。信頼できな人をを見分ける観点とししして、ままず一つ目に言葉のの貫性っていうものをお伝えしました。 その日の日う時には真逆になるぐらいということであればやはりなかなか信頼するのは難しいんじゃないかなというふうに思いますねそして2番目には言葉よりも行動に注目するということとをお伝えしましまた言葉というのは仮に一貫性があったとしてもある意味ある程度心に自制心があるとこういうふうに言えば相手は信頼してもらえるというようなことを意識的に言っていくことっていうのはできるといえばできるんですよねただ 行動というのは言葉に比べて自分でコントロールするっていうのは難しい部分が大きいですから言葉と行動のそのズレっていうものに注目することによって信頼性の高さっていうものが見極めがつきやすくなるんじゃないかなというふうに思いますそして3番目にソルスがかかった時の反応これはある意味一番はっきり出やすいものですね。ソルスががかかると心のの余裕ななくなりますので、言葉や行動 あるいは言葉と行動の一貫性といったものがどうしても乱れやすくなりますそういった中でもそれなりに冷静でいられるし周りに対しての節度も保っているということができるならばこれはかなり信頼度の高い方だなというふうに見ていいんじゃないかなというふうに思います今回の内容を通じて信頼できない人を見極められるようになりより安心していい人間関係が築けるようになることを願っていますそれでは今回の動画は以上となります最後までご覧いただきありがとうございました